やったの。いいですか。よかったわ。この人たちは元々です。ソ連理的にね。こんにちは、ミステリアスプルースです。今日はアトリエ&、カフェ赤毛のアンにお越しいただきました。ありがとうございます。それから僕ら、ミステリアスプルースの演奏に足を運んでいただきありがとうございます。とても嬉しいです。昨年のちょうど今頃もですね、こちらでお邪魔させていただいて演奏させていただいたことがあります。その時はメンバーが4人いまして、違う名前で演奏活動してたんですけど、今回ちょっと3人なので改めましてミステリアスプルースという名前で演奏させていただきます。本日ですね、演奏する曲なのですが、ミステリアスプルースが4月に、春に行った演奏会で、選曲の曲です。でその題名がですね、とある OL の物語という組曲にしたんですけど、その中から6曲演奏します。でこれを作ったっていうか、これ偶然選曲皆さんで やりたい曲を集めて、でじゃあ曲を並べてどういうふうに並び順にしようかって考えた時にですね、なんか偶然ストーリーがちょっと頭の中で作ってしまった人がいてで、だとこういう一つの物語にしてしまおうということで、タイトルを「とある OL の物語」というタイトルで、曲を演奏をしてます。で、それでは、お聴きください。すいません、見てください。始まるのかな。とある OL の物語。あるところに一人の若い女性がいました。彼女は仕事が忙しく、恋愛をする暇もなく、会社と家を往復する無機質な日々を過ごしていました。気づけば周りは次々と結婚して幸せをつかんでいる。私はもっと仕事ばかりと彼女は焦り始めていました。私の人生これでいいの？
彼女は疑問を抱くようになりました。このままでは仕事だけで一生が終わってしまう。何かを見つけなければ。自分の気持ちを整理するために思い切って何もかも忘れて旅に行く決心をしました。心を癒すために旅に出た彼女はとある島にたどり着きます。美しいエメラルドグリーンの海、真っ青な空、白い砂浜、波は穏やかに海辺を打ち、爽やかな風が
彼女の子を抱いていくのでした。
やってるの。ビッグブランドだけあるんですよ。あれ、何されたんだろう。今までの鬱憤を吐き出すようにリゾートを楽しみました。仕事だけが人生じゃないわ、そう思いながら、夜になると彼女はふと満天の夜空を眺めながら今までのことを思い返すのでした。
砂浜で星空を眺めながら静かに人生を振り返っていた彼女。すると突然、浜辺の向こうから白馬が近づいてきました。彼女の目の前に止まると、一人の男性が降りてきました。キャー！なんて素敵なイケメンなの？島で出会った彼に一目惚れしてしまいました。その場でプロポーズをされ、結婚することになりました。島へ旅をしたことがきっかけで、彼女は幸せをつかみました。Thank you.
と。聞こえるかしらですね。あの日本アニメーションの、何年前でしょうかね、僕が多分小学3年とか4年とかの時にやってたんですと思うんですけど、アニメの赤毛のアンっていうのがありまして、そちら、まあ、見た方もいらっしゃるかもしれませんが、そちらのオープニングのテーマ曲で聞こえるかしら、こちらをまず最初に演奏したいと思います。チューニングしよう。Thank you.
人霊感が、よく知られたけど、思いを乗せています。